先ほどからあの客席でもう気づきの方もいらっしゃるかも分かりませんけども、お杉とピーコお二人が見えてますんで、お二人にお願いしましてマイクロフォンをつけてもらいました。実はその思考はどういうことかと申しますと、まあ映画お杉とピーコ映画の評論で皆さん方に大変あの何て言いますか、一つのあの毒舌を聞かなければ収まらないっていう不安の方もたくさんいらっしゃるようですけども、演芸の場合そういう毒舌を吐いたり批評したりするっていうチャンスがなかなかございませんで、一度その漫才が終わった瞬間にお杉とピーコがどういうふうにその反応してどういうふうに批判をしてもらえるかっていうのをいっぺんお願いしてマイクロンをつけてもらったんです。で実はそのマイクロンをつけてもらって喋った声が皆さん方に聞こえることになりますので、突然あの辺で喋り出して声が聞こえると皆さんどこで喋ってんだろうって探されると、まあ申し訳ないもんですからちょっと前もってご説明だけさせていただきたいと思います。お杉とピーコと私初めてあのお名刺いただいたんですけど、お杉杉浦あこれ高垣でよろしいんですか、はい、それからピーコ杉浦勝明というこんな名刺をいただきまして、お杉ピーコと書いてあるので僕も実は初対面でございました。あのいつもラジオとかそれから夜遅い番組では私あの不安でございまして、もうあの何とも言えない不思議な、ニュアンスもですね批評がたまんなく面白くて本当に絵が好きなんだなっていうふうにあのいつも感じてるんですけども、演芸の方はほとんど見たことがないというのが真相らしいんで、一体見たことない人がどういうふうにあの、まあ、批評するのか、これステージの漫才終わりや否や喋ってもらおうということになっておりますので、一つあの皆さん方音が聞こえてもうそれはあの聞いていただいて、あのそうだと思ったら拍手していただいても結構ですし、それから違うなと思ったら違うなって大きな声で叫んでいただいても結構ですけども、まあともかくどういうことになりますか、これ真剣勝負で、これから出てまいります漫才4組の漫才も本当に一生懸命やらな、これは偉いことになるぞっていうんで、いつもとちょっと違った気迫に満ち満ちておりますんで、どういうことになりますか、舞台が勝つか批評が勝つかちょっと分かりませんけども、あそこにお二人いらっしゃい、ご紹介しておきます。お杉とピーコ、ご紹介します。よろしくお願いします。突然でございますけど、ということで、これから本番に入らせていただきます。どうぞ最後まで、ごゆっくりとお楽しみくださいますように、この放送も4月からのラインナップで放送することになっておりますので、一つぜひご覧いただきたいと思います。この漫才決定版は来週の日曜日に放送するのがパート1で、今日撮りますのはパート2とこういうことになっておりますので、ぜひ放送の方もご覧いただいて、またお叱りやご批評いただければ幸せでございます。どうもありがとうございました。今日はお杉のお杉とピーコちゃんのため、あ、お杉とピーコさんどうぞ、ちょっとご苦労様でした。いつも我々レッツゴー三陸と言いますとどんちゃかばんちゃか暴れる漫才、アクション漫才多いんですが、今日は一つちっとも暴れないで、どうでしたですか漫才は。やっぱり面白かった、面白かったですけども、うん、もっと面白くなったと思うのね、うん、でもねそれこれが すごい気になるの。それで結局ね、ここだけがちっちゃいんです、見てください、こんなことが気になるっていうのは、あんたの話があんまり面白くないっていうことだよね。ここのボタンをここほっといてくれや、そんなん切れへんかったら分からへんことでしょうかね。でもあれですね、あの純ちゃんがメインになってるなんていうのは気持ち悪いですね、やっぱりテレビで見て気持ち悪い。そう、それでね、うん、純ちゃんがモテてるような話するわけでしょ、嘘っていうのが分かってて、なおかつ気持ちが悪いのは、うんうん、直さなきゃダメね、うん、完全にお前バカにされてるよ。いや、バカじゃなくて、うん、だと思うよ、うん、だから2ビートの話みたいにね、うん、こう徹底的にあの子供とか、うん、老人の話をやって、うん、一つの面白いっていう一つにインテリジェンスな感じがあるでしょ、うん、インテリジェンス、うん、思うのね、うん、でもあなたたちって本当にアホっていう感じとってもあるわけだから、アホだからね、ゆうちゃん悪いけど僕は元学校の先生してましたよ、ね、私はそろばん学校の先生でしたよ。でもお兄さんは違うお兄さん、兄貴の話をしない感情的になりまましゃ公伝もよく言ったことやし、お前あんたらここ公伝くれへんかったな、行こう初対面じゃないのそれもそうやな。それからあのボンチさん、ボンチさんの場合にはさ、あ、ボンチ、あの今日のネタだけじゃやっぱり分かんないのね、きっと面白いんだと思う。いつも面白いですよ、これらも、ね、今日だけど、まあ、固くなってたの、うん、若いから固くなるのね、すぐ、あら、ほらほらこういうタイプ好きちゃうか、悪いけど私だって好みあるわよ。それからあの好みがあってそれだもん、橋さんのところはもうちょっと素人っぽさをもっと強調した方がいいわね。だから
先生がね、はい、もさっきも言った先生だなんてそんなもっとね、あの、はい、やられちゃうからね、うん、とかさっきも言った、あんたいらないかもね、どういう意味それ、うん、女を敵に回して女嫌いもんじゃ汚いから汚いねえ自分のことでもさ、ね、お前のけわしと話してるお前が出しゃばるな上司さんさ、はいはい、でも漫才って面白いね、やっぱし見てて、うん、やって今日ね笑いすぎちゃって少しシワが、ね、あのちょっとやっぱり純ちゃんのとこではやっぱりキャラクターで持ってるだけですね、うん、全然芸がない芸はないわね、芸はないわね、だってさ、新作さんなんてさ、うん、ただ立ってるだけでさ、存在感があるってのはまだ芸があるのよ、そうですよ、2人は一生懸命やっても全然存在感がない、あ、さようかさようか、あ、さようか、明日から お前リーダーになれ、お前リーダーになれよ、あとは大変なんですから、おい、言えないか、お前普通の人間に言われたわけやなし、あ、そうかそうか、だってどういう意味よ、あったっはい、辛辣な批評でどうもありがとうございました。今日の批評はおすぎとピーコでした。持ってるじゃない。